はようございます。電車、電車だね。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど。どうも、西田渉です。こんにちは。こんにちは。はい、ということで、今回、名古屋に来てますね。今日今着いたばっかりで、一泊二日で男二人旅やってみようと思います。じゃあ行きましょう。えいえい。おお、テンション低めだね。This is a local train bound for 金城ふ頭。金城ふ頭に到着です。じゃあ行きますか。おい、こっちだよ。ああ、そういう感じだね。ちょっとどうなってるか見せてあげるよ。ちょっと待って。よいしょ。いいね。どうなってた？ちょっと待って。着きましたね。おー、レゴランド。めっちゃ嬉しそう。面白いね。動いたね。あ、動いた。ね。見て。あ、すごいね。レゴになってるね。見せて。もう一回。おお、すごい。ハンバーガーもレゴだ。ポピーだ。すごいね。本日はこちらのカメラで来ております。M11 モノクロームと。エルマリートのね、28mm で来ました。で、ここもう F16 に絞って、オキピンのゾーンフォーカスにしてるんですけども、なのでなんで M11 モノクロームで来たかっていうと、結局は高感度にめっちゃ強いからってことですね。こういう室内でももう全然 ISO 10万超えようが全然絵になるので、息子とね手つないで、いろいろとやっていくにはやはり今回はこちらの高感度に圧倒的に強いモノクロームで行くのが良いのかなと。あと思い出感、逆にこういう方が出るのかなと思いまして、むしろこっちの方がいいのかな。モノクロにあえてしてみました。おお、ここここなかなかいいじゃん、この迷路。お、すごいすごい。どっちが入り口？教えてくれない。こっちでた。あ、なぞってみてください。お台場のガンダム風だよね。面白いね。これレインボーブリッジかな。あ、全然回ってきてる。ね、面白い。今日乗ったアトラクションの思い出のレゴをゲットするようです。楽しかったですか？よかったです。じゃあホテル行きましょうか。行きましょう。ですね、19階ですね。はい、登りましょう。100階じゃないのか。違いますね。あったあった、ここだ。よし。着きましたね。いい感じですね。
景色はこんな感じです。よいしょ。広すぎない？広すぎますか？そうでもないと思いますけど。モード学園か。こんな感じですね。おお。いい香りですね。最高ですか？よかった。最高ですね。はい。よかった。あ、めっちゃテンション上がってんじゃん。おお。おお。テンション上がってますね。寝る場所も最高。寝る場所最高。二人で。ほら。そうだね。パパと一緒に寝れるよ。そうだね。寝ますか？今日は一緒。めっちゃテンション上がってる。まだ寝ないでしょ。うん、焼肉。うん、焼肉行こうよ。はい、こちら名古屋焼肉喜楽行こうかなと思います。あ、ここのシャッターにかけるんじゃない？行こうか。なんでこっちがかかってるの？わかんない。ありがとうございます。はい、横並びにする？なんか暗くなっちゃった。これね、なんだろう、おしゃれな雰囲気のお店って結構暗い雰囲気なんだよね。じゃあ今日もお疲れ様でした。乾杯。はい。乾杯。はい、いただきます。あー、うまい。めっちゃうまい。うまいっすね。うまいとね。レモンだ。ね、すごいよね。スーパーネギ短縮。おすすめの焼き方は。レモンって酸っぱいんだよね。でもその酸っぱさが多分いいんじゃない？おすすめの焼き方を見てみよう。あ、こっちが子供用ですね。あ、ありがとうございます。わ、うまそう。これ何肉？ロースが来ました。めっちゃ楽しみ。最高のお米ご飯じゃない、お肉ご飯じゃないですか。はい、できた。面白い。何ができたのそれ？恐竜の、はい、体部分です。わかりました。じゃあ食べちゃってください。ね、すごい早い発掘。発掘早かったね。あ、すごいね。ワイルド食いですね。いや、ワイルドだな。落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。ほらほら、あ、ほらほら、せーの、ごちそうさまでした。なんだそれ。夜の描写 ISO6400。 はい、戻りましょう。 ISO6400 の描写いかがでしょうか。はい、コンビニ寄っていくか。おはようございます。景色見てんの？馬のバリンと割りたくんなってきまった。粘らないでください。フルーツキャンディーもある。朝食ですね。ほら、フルーツキャンディー美味しそう。あとで取る？食べたい。ね、まずは牛乳あたりとか取ろうか。あ、これミルクだね。牛乳飲む？うん。じゃーん。何気に2回目ですね。前は R6 Mark II で来てたんですけど、この角度の、え？松ぼっくり、虫が入ってる。あ、めちゃくちゃ落ちてるね、松ぼっくりね。ちょっと何枚か撮っとこうかなと思います。おお、雄大。溶けそうだよ。暑いよね今日ね。皆さんももしよかったらご一緒に。アイスみたいに溶けそうだよ。アイス食べたいだけなんじゃないの？違うよ。可能派かな、これは。すごい、これデジタルで再現してんだって。映えるね、これは。うん、説明が書いてある。この当時はね、狩野派っていう人たちがこの虎とかの絵を描いてたんで、うん、狩野って名字のつく人たちがこういうすごいキンキラキンの屏風絵を描いていたんだ。これすごいな、この細工は。立体感もすごい。さて、次に移動します。はい、乗ってください。じゃーん、トヨタ産業技術記念館。視聴者の方からいろいろ教えていただいて、息子がね、車好きだったらやっぱここじゃないかっていう風に教えていただいたんですよね。早速行ってみようかなと。テクノランド入場制限、なんかいろいろ遊べるっぽいですね。おー、ここすごい。
すんごい綺麗な状態で残ってますね。これ海外製かな。これが最新型のトヨタエアジェット、食器。すごい。タペストリーも作れるのか。うるさかった耳塞いで。すごい写真ができたよ。布に写真ができた。わあすごい。すげえ。昔の車が。でもこの機械は超最新の機械みたい。ほら、2023年だもん。綺麗だね、でも形。衝突実験だね。やばいね。2000GT。かっこいい。後ろのデザインかっこいいね、これ。すごい尖ってない。すごい、LFA だ。かっこいい。LFA かっこいい。おお、かっこいい。ね。お昼ご飯は、息子は本当に食べられるのか。ホットドッグとアメリカンドッグと、あ、これどうぞ。はい、置いときます。カツカレーを食べたいと思います。建物面白いですね、ここね。なんか不思議な感じ。赤レンガで。じゃーん。ミッドランドスクエアのレクサスショールームにやってまいりました。本当はね、ここが一番来たかった場所のはずなんですよね。あ、閉める？あ、大丈夫？うん、オッケーオッケー。ですが、レゴランドやヒルトンの滞在があまりにも楽しかったようです。RX350。なんか最近レクサスすごいかっこよく見えてきてるな。普通にかっこいいよな、レクサス。いい感じだ。レクサスかっこいいよね。閉めるよ。高級車？うん、高級車だね。トヨタの高級車だね。トヨタ、うん、だってこの辺のさ、ステアリングの革の感じとか全然すごいもんね。高級感あるよね。F スポーツっていうタイプだから、これよりスポーティーなシートとかになってるよね。内装インテリアもね、全部黒だったり。かっこいい。2階はトヨタのショールームですね。これアクア。新型のプリウス。うん、かっこいいね、新型。ちょっと大型化したのかな。はい、ちょっと閉めます。はい、もういいよ。へえ、早いね。サクサクだね。すごいライトが印象的。 GR カローラ。カローラスポーツかこれ。へえ、かっこいい。前面。おー、強そう。いいっすね。クラウンが今 SUV っぽくなったんですね。車格的な UX なのか NX なのか。クラウンのエンブレムも変わってる。ねえ、かっこいいね。 GR スープラかっこいい。ハリアーもかなり精悍な顔立ちになってます。うん、これハリアー。うん、すごい。なんか今のトヨタ車もかっこいいね。プラグインハイブリッドだから電気か。電気とガソリンか。どの車が一番いい感じだった？ああ、やっぱ赤の車が好きなんだね。じゃあいつかGR スープラの赤乗れるといいね。じゃーん、ちょっと高いところ行ってみようかなと思います。スカイプロムナード見てみて。うわうわ、同じ時に2がいる。いる。うん、見て。え、嘘。あ、本当だ。白と緑のタクシーだね。白と緑の。うん、ね。ね。高い？これは高すぎる、さすがに。やばいよね。あ、本当だ。白と緑のタクシーめっちゃいるね。
アリがクラウンだ。あ、本当だ。でも白と緑だね。いい、高すぎるね、これは。ジャパンとクラウン。え、ジャパンと増えた。暑い。パパにも。あ、ありがとう。あ、涼しい涼しい。あ、いいね。虹だね。虹がどんどん消えていく。ね。薄くね、薄く虹が見えるね、うん、なんかなくなって、ね、あ、でも見えてる見えてる、面白いね、バカも見えてる、うん、他の色は見えない、おーい、元気だな。さあ、じゃあ戻りますか。到着したね、お疲れ様。お疲れ様。楽しかった、ありがとう。楽しかった、ありがとう、うん、また行こう、どっか。また行こう、どっか。はい、じゃあ皆さんにバイバイって。じゃあ皆さんにバイバイ。またね。またね。はい、バイ。チャンネル登録と、チャンネル登録とグッドボタン、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。はーい。はーい。